から若干しんなりさせるんですよ。いい匂いなの。もううまい。ちょっとオープンしちゃいましょうか。はい。どうもリュウジの研究家リュウジです。まあいいんですけども、とにかくですね、今回ですね3本目でも3本目にしちゃね全然元気なんですよ。なぜかというと、なんでだろうね。今回はですね、ものすごくね、ワインに合うね、おつまみを用意したんですけども、ちょっと、ね、一人で食べるのも、あれかなと思いまして、ゲストの方をお呼びしました。どうぞ、この方です。オープニングちゃんとやれ！ありがとう！それ、久々に見た俺。ビール飲ませろ！じゃあビール飲みましょう。一緒に飲みましょう。もう本当に料理の兄さん、リュウジのいとこの小雪です。よろしくお願いします。さて、今日はですね、ちょっと待って待って待って、ちょっと、コーヒー、ほら、どうですか。いいですね。糖質ゼロ。あ、糖質抑えてるじゃん。美味しいよね。はい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 、ビールに合うつまみを作る。あ、そう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 、ビールに合うつまみを作る。はい、はい、ビールに合うつまみを作る。はい、じゃあビールに合うつまみを作ります。大丈夫かな。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介いきたいと思います。はい、まずまずビールです。はい、はい、乾杯。乾杯だと、はい、少々のビールです。乾杯。はい、ちゃんとやってください。はい、あとビールが大さじ3杯あとまあおまけで、エリンギですね、うん、100g ぐらいですね。はい、ベーコンです、うん、はい、あとこれはニンニク。ニンニクです、はいはい、これはチーズだね。チーズだね。ああ、これはチーズだわ。さすがにね。ああ、チーズはわかる、うん、これはケチャップ。ケチャップね、うん、はい、そんな感じです。はい、はい、じゃあね、やっていきたいと思います、はい、まずビールに合うつまみをこれから作っていくんで、はい、ビールの気持ちを理解しましょう。はい、はい、もう、なんか細かいことも言わなくなった。3本目だしね。まあね。あ、はい、じゃあ教えてください。どういう感じで切っていきましょうか。薄めにしましょうか。薄めにしましょうか。ちょっと薄めみたいな。このぐらい、うん、そう、ちょい細かめのこのぐらいで。そんなぐらいで。はい、すごいよね、酔っ払ってても手切ったりしないのね。そう、手切ったことはないんだよね。まあすごいね。あの、むしろね、シラフで料理してる時に手切る、うん、ここはちょっと硬いんで、うん、ちょっと切る。ちょっとだけ、ちょっとだけでいい。あんまり切るすぎない、うん、このぐらい、うん、そう、このぐらい。はい、はい、はい、スライスス、スライススライスス、うん、一回半分切りましょう、うん、はいはい、うん、エリンギね、まちまちだもんね。そうそうそう、スライスス、スライスで、はい、スライスス、こんな感じでいいですか。そうそうそう、うん、こうやって、ね、スライスして切ることで、うん、結構ね、なんか食感が良くなるんだ、これね。へぇー、さく、うん、よりもね、あの、このスライスでやった方が、うん、もうなんかコリッというか、そういう食感が生まれるから、俺はね、切るのが好きなの。なるほどね。そう、あ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ。もうそっちもこんな感じかな。 OK ですね。はい、ニンニク、ニンニクね、これ半かけ分をすりおろすんで、はいはい、皮だけも見ちゃってください。はいはい、こんな感じ、こんな感じ。半角、そうだよね、どうしようだよ、ね、どうしようって思うじゃん、うん、さ、みんなさ、ニンニクって臭いって言うじゃん、うん、臭いかな、臭くないよね。臭くないよね、俺も思うの、うん、こんないい匂いなんだね。どうぞやりますか。やりましょう、やりましょうか、はい、今回はね、洗い物もめんどくさいし、はい、見た目もいいスキレット、オリーブオイルね、あの、小さじ2ぐらい。なるほど、うん、いいよね、このまま出せるっていうのは本当にいいよね。そう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 、油をなじませていく、うんうん、ベーケン、いい音、ちょっと炒まるぐらいでいい、うんうん、あ、それぐらいでもいい。はい、うん、全部入れて、ちょっと、まあ、弱めの火に、うん、塩コショウ少々です。いい、はい、塩コショウ少々入れていい？お願いします。入れていい？いいよ。はい、これでね、ベーコンから染み出した油がこのエリンギに移ってね、若干しんなりさせるんですよ。いい匂いなの。もううまい。ここでね、ここで
ちょっと食材の匂いでバレた。今エリンギの焼けエリングとビーコンがビーコンがエリングとベーコンが焼けた匂いで飲んだでしょ。俺の持ちネタなの。バレてる。リンガさん、ちょっとツヤッとしてくるでしょ。してるね。ツヤッとしてきたら、大さじ。そうそうそう。ケチャップは皆さん、カゴメでお願いします。そうなの？あ、カゴメ派なの。へぇー。うちだ、そうだよ、みたいな。に。ちょっと炒めてください。ちょっと絡まったら、あとおろしニンニク。なんでさ、こんなにさ、ケチャップが、こう炒まった匂いっていい匂いなんだろうね。あ、混ぜて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 やばいやばい、うん、はい、いい感じいい感じ、うん、じゃあ、あとはね、じゃあチーズ、うん、でございます。まあ、ピザ職人風なんで。なるほど。お皿に盛れって言われるといつもさ、なんか手直し入られてイラッとするけどさ、このまま出すなら私にもできるよね、やっぱり。そう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 、そういうのを選んだのよ、さすがに。あ、だと、うん、やっぱり火落としてる。これね、チーズがとろけたら完成なの。周りのチーズがちょっとさ、焦げついてさ、香ばしいよ。ちょちょ、それ俺のネタなんだけど。あ、ネタじゃないわ。で、これ、蓋閉めはいはい。まあ、弱めの火で蒸し焼きにするんですよ。チーズがとろけるまで、隙間から出る匂いで飲みましょう。ニンニクってあんまり合わせないけど、あ、いい質問ですね。ケチャップはね、あのニンニク入ることによってマッパローチキンってさ、ホットソースが入ってさ、うんうんうん、ちょっとこうパンチの効いた味するじゃない、ね、あれに近づくんだこれ。なるほどね、うん、だからもうちょっとこう辛いのが欲しいっていう人は、うんうんうん、まあタバスコとかね、あ、まあ、うんうん、たらもっと近づくんだ。そう、それ味変でやろうと思ってたんだけど。なるほどね。そうそうそう。じゃあそろそろとろけてきたと思うので、はい、ちょっとオープンしちゃいましょう。はい。で、ここでブラックペッパーをこうパラパラパラっとかけまして、全人類がときめくフォルムですね。上からパセリパラパラ、ほら、せーの、できたー。ではできましたので、はい、食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。しっかり用意します。はい。 CM みたいに飲むな。じゃあ食べますよ。はい、はい、いただきますね。いや、お、熱いぞ、大丈夫か。おはははは、うーん、大優勝です。思ったよりピザ。そうでしょ。うん、まあ、ケチャップだけだとピザじゃないんですよ。おろしニンニク入れてるからピザっぽいって。うん、確かに。チーズとエリンギとベーコンだけだとすごい上品な感じするんだけど、ニンニクがパンチ効いてて、ワイン系もありかなと思いきや、食べるとさ、ビールじゃね。ニンニクがめちゃくちゃいい仕事してくれてる。わらくしも食べたいです。カリッといただきます。いただきます。なんかね、ニンニクピザ、こいつをね、こいつ、うわぁ、悪魔のそいつを、悪魔の召喚してください。ちょっとタバラーなんでね。タバラーってないシノラーみたい。そうそうそう、シノラーみたい。マヨラー、シノラー、タバラー、タバラー。合いすぎ、合いすぎ。なんかさ、わかんないけど、このチーズとさ、うん、ケチャップの味がさ、エリンギすげー合うんだよね。ビールじゃない。タバスコって酸味があるから、うん、ケチャップと合わせると酸っぱくなっちゃうの。ケチャップも酸っぱいからね。だけどケチャップ炒めてあって、うん、酸味は飛んでるし、その後にちゃんとチーズでまろやかになってるから、うん、タバスコがね、いい感じにアクセント加えてくれるんだよね。ということで皆さん、マジうまいから、これビール爆愛です。ぜひやってみてください。ミト好き。ニト好き。ニト好きって知らない？知らない。ニトリのスケレット。へぇ、ほら俺ニトリガチ勢じゃん。ガチ勢だ。ガチ勢じゃん、うん、全部ニトリで買うじゃん。この間ニトリでベッド買ったの。お値段以上ニトリ ね。だからもうニトリ最高よ。